今年に入り、県内で死亡労働災害が多発していることを受けて、長崎労働基準監督署が業界団体などに労働災害防止への取り組みの強化を要請しました。要請を受けたのは、県内の建設業や林業などの労働災害防止団体と造船、採石、解体工事などの業界団体、合わせて25団体です。 チェックリストを使った安全管理の徹底や労災防止意識の向上などを呼びかけています長崎労働基準監督署は今後労災防止団体と合同で作業現場の安全パトロールや事業所への集中的な個別指導を実施します年間無災害達成に向けてですね、えー、しっかり安全管理活動を行ってまいります 県内では今年1月から5月までに労働災害が527件発生し6人が亡くなっています長崎市深堀町の福岡造船では1月建造中のケミカルタンカーのタンクの底の部分で44歳の男性作業員が死亡していましたタンク内の昇降設備からおよそ12メートル下に転落したと推測されていますまた3月には 建造中のケミカルタンカーのタンク内で溶接作業中に火災が発生し34歳の男性作業員が死亡しました4月にはアメリカ海軍サセモ基地で艦船に横付けした汚水処理船の船内で当時54歳と33歳の日本人作業員の男性2人が汚水処理槽の中に入り硫化水素中毒の疑いで死亡しました 墜落・転落転災害とか挟まれ巻き込まれ災害というのがあの、えー、増えておりますので、まあ、あの職場の中でそういった危険な箇所がないかどうかしっかりこうあのパトロールしていただいて、えー、早めにそういう危険な箇所を見つけられたらあのしっかり安全対策を講じていただきたいとこのほか造船作業や交通誘導ガソリンスタンドでの給油業務農作業 配達業務での熱中症の発生も2年連続で増えています長崎労働基準監督署はこまめな水分補給や暑い日は仕事を中断するなどの対策を呼びかけています